ちは、アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画ではアリのトレハロースの指向性をより詳しく検証していきます。先日ミルクシュガーにトレハロースを添加する実験を行った動画を配信しましたが、いまいちな結果になったので、そもそもトレハロースにアリの部位付きを促進する効果があるのかどうか、以下の実験風に検証します。今回トレハロースの指向性を検証するための実験デザインです。今回は5つの水溶液を用意します。 10% トレハロース水溶液、7% トレハロース、3% スダキトウ水溶液、5% トレハロース、5% スダキトウ水溶液、3% トレハロース、7% スダキトウ水溶液、10% スダキトウ水溶液の5つです。トレハロース単体で栄養になるのか、それとも他の糖と合わさることで部位付きを促進するのか、はたまた栄養にならないのか、むしろ阻害的に働くのか、微量で効果を示すのか、それがわかる実験になっています。テストするアリは途中種の黄色シリアゲアリ、樹状種の胸細アリ、中間的ナシユの胸赤尾アリの3種です。それではまず5つの水溶液を調整していきます。電子天秤を使ってトレハロースとスダキトウを測り取っていきます。電子天秤ですが、今回使用したものでは 1g 未満の重さが測れなかったので、1g の量を目安に 0.5g は目分量で測りました。トレハロースとスダキトウを測り取ったので、これに水を加えていきます。水は浄水を使っています。計量カップで 9ml を量り取り入れていきます。入れたらよく混合して溶解させます。糖が溶解しました。これをアリに与えていきたいと思います。はじめに黄色シリアゲアリに与えていきます。実は前日にミルクシュガーをたっぷり飲んでしまっているので、また越冬前ということもあり、あまり餌への食いつきは良くないかもしれません。このような悪条件でも食いつきの良い溶液があれば有望ですね。与えてみました。餌場が狭い上にミルワームがあるため配置が非常に分かりにくくなっていますが、左上が 10% スダキトウ水溶液、左真ん中が 10% トレハロース水溶液、左下が 7% トレハロース、 3% スダキトウ水溶液、右下が 5% トレハロース、 5% スダキトウ水溶液、右上が 3% トレハロース、 7% スダキトウ水溶液です。早送りで見ていきましょう。やはり全体的に食いつきが良くなかったですが、スダキトウが入った水溶液にはポツポツとマーカーが滞在していましたね。意外にも 10% トレハロース水溶液にはたまに滞在するマーカーはいたものの、液を飲んだマーカーはゼロでした。そして最もマーカーの滞在数が多く、また滞在時間が長かったのが 10% スダキトウ水溶液でした。続いて胸赤尾アリです。胸赤尾アリは女王もみじがなくなり、ワーカーだけになったコロニーを使います。羽化したばかりの黄色いワーカーもいます。それでは早速比較してみましょう。一番左が 10% トレハロース水溶液、
左から2番目が 7% トレハロース、 3% スダキ糖水溶液、中央が 5% トレハロース、 5% スダキ糖水溶液、右から2番目が 3% トレハロース、 7% スダキ糖水溶液、一番右が 10% スダキ糖水溶液です。こちらも早送りで見ていきましょう。唯一 10% スダキ糖水溶液ではワーカーが飲む様子が確認できましたが、それ以外の溶液では味見はするものの餌としては認識せずに立ち去りましたね。続いて胸細アリです。胸細アリは枝ポキで採取し半年間飼育したコロニーを使います。女王アリも健在です。マーカーも100匹は軽くいます。それでは早速実験していきます。今度は、一番左が 10% スダキ糖水溶液、左から2番目が 3% トレハロース、 7% スダキ糖水溶液、中央が 5% トレハロース、 5% スダキ糖水溶液、右から2番目が 7% トレハロース、 3% スダキ糖水溶液、一番右が 10% トレハロース水溶液です。わかりにくい並び順ですみません。早送りで見ていきましょう。胸細アリでも、やはり 10% スダキ糖水溶液が一番食いつきが良かったですが、それ以外の水溶液でも、マーカーが飲んでいましたね。10% トレハロース水溶液も飲んでいました。10% スダキ糖水溶液以外の食いつきは同程度だったように感じます。今、マーカーが女王に栄養交換で先ほど飲んだ水溶液を与えていますね。今回の実験結果のまとめになります。全体傾向としてトレハロースの指向性は低いという結果になりました。また3種すべてのアリで 10% スダキ糖水溶液が最も指向性が高いという結果になりました。トレハロース自体にアリの食いつきを促進する効果もなさそうです。個別に見ていくと、黄色シリアゲアリでは10% スダキ糖水溶液が最も指向性が高く、次いでスダキ糖とトレハロースの混合溶液がいずれも同程度、10% トレハロースは飲まない、という結果になりました。胸赤オアリでは、10% スダキ糖水溶液以外は全く飲まない、という結果になりました。胸細アリでも、やはり 10% スダキ糖水溶液が最も指向性が高かったのですが、スダキ糖とトレハロースの混合溶液や 10% トレハロース水溶液もある程度好んで飲むようでした。今回の動画いかがだったでしょうか。トレハロースはアリを含め昆虫の血糖成分と言われていますが、甘みが弱いせいかアリの指向性自体は低いようですね。私個人的には今回の実験結果は意外でした。トレハロース自体はアリの体力回復に効果があるとは思いますので、補助的に添加して使うのが良いのかもしれませんね。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もお願いします。 Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。